ほい、釣りなんか TV チャンネルです。今日は千葉県の富里市に来ておりまして、はい、こちらじゃんじゃーん、ブロッサム、ブロッサムスリランカ料理レストラン&バーに来ております。なんか洒落てますよこの建物。そうね、多分喫茶店かなんかの居抜きですか。そんな感じです ね、 ね、ライスのカレーのセットと、あとビュッフェもあるのかな。ビュッフェっぽいすごいですね。ペーストリーもある、ペーストリーもある。これがちょっと気になった。早速行ってみましょう。行ってみましょう。こんにちは。お、いきなり嬉しい限り。エッグロールとかカツレツとか安いですね。150円、はい、そうですね、350円、250円。そしてこれアルワがアルワ来ました。はい、来ました。アルワっていうのはそのスリランカの甘いお菓子なんです。はい、ここもいろいろチョコレートケーキとか、そうなんかいろいろあるよ。はい、トフィーとかもある、ね、うん、すごい。そしてこちらはなんと食材も売ってるみたいですね。ほう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 。あ、なんか落ち着いた感じ。あ、結構いろんな種類がおしゃれに展示されてありますよ。ビスケットとかもあるし、なんかビジュアル重視ですね。結構そうですね。瓶詰め、缶詰類もあるし、いろいろあります。豆もあるし、はい、米もあるし、米もある。すごい。結構それ、あ、千葉、千葉の米がある。さすが千葉、千葉くんがいます。千葉くんがいます、うん、はい、なるほど。そうですね、いろいろスパイスとかもあるし。あ、こっちもスパイス。はい、では、はい、今日はランチ楽しみたいと思います。楽しみです。おい、おい、はい、料理出てきました。はい、料理が出ましていただきたいと思うんですけども、社長ですね。はい、社長お名前は。名前はランガナです。ランガナさん、はい、はい、早速ですけどこちら料理の説明していただいていいでしょうか。はい、はい、これパリップ、パリップですね。ダールカレー、ダールカレー、はい、チキンカレー、チキン、チキン、ククルマス、ククルマス、はい、うん、これはあのナッツ、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 これかけるんですか。うん、それかけるんです。一緒に混ぜて、はい、はい、はい、それチリペースト、チリペーストね、はい、これ何、これはナス、ナスモージュ、ナスモージュなんだこれ。いい、ね、ちょっとわかんないねこれ、はい、なんか酢の物かと思って、はい、そしてこれ、これピクル、これピクル、ピクルス、ピクルね、はい、ピクルです、はい、メゲ、マルル、パラ、パラ、野菜、野菜、野菜、マルルン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 、サラッと炒めです。サラッと炒め、あ、炒めてるんですね。じゃあこれ、人参、キャレット、キャロット、カレー、カレー、カレー、これはカレーなんだ、はい、はい。そしてこちらが、これが、これはあのレモン、ピクル、レモン、レモン、レモンなのこれ。レモンです。マンゴーじゃないの。マンゴーじゃないです。すごいなんか酸っぱい匂い。あ、そう、面白い。そしてこれはパパだ、ね、で、これライスは何を使ってるんですか。それライスはバスマティライス。バスマティライス。結構モリモリだよね。これ一人前でこんなに出てきちゃいます。ライスのカレー。スリランカカレーはまずご飯を真ん中に盛りまして、はい、はい、ちっちゃいライスのカレーを作るんですね。そうですね。ちなみに今日ここには3人いるので3人で食べます。これはですね。はい。はい、もうこんな感じでライスを盛りましてやっていくわけですけど、まずパリップは。パリップ。パリップはこの汁がない感じですね、これはね。はい。ね。チキンカリー。チキンカレー。うまそうだね。そうだね、これね、はい。これ辛いんですか？汁がない。あ、普通。普通？普通。普通。あ、これはお酒飲むときとかに、もう。やっぱそういう感じ。食べるよね。辛いですか？これ。これはまあ辛いよね。で、大体こういう色合い的に、違うものをこうやって入れて、これ美味しそう。ナスモージュですね。ナスモージュ好き。ナスモージュいいですね。いいですね。はい。ナスモージュ。わあ、いい匂いだな、これ。うん。で、ピクルス。ピクルス。ピクルスってあんまないような気がする。あれやっちゃうだよね。何それ。スリランカではそういうんだよね。へぇ。これはマルルーンですよね。マルルーン。野菜のマルルーン。野菜のマルルーン。それ美味しそう。はい。はい、野菜のマルルーンを入れまして、人参。人参のカレー。人参。うん、こう色合い的にいいですね。うっちゃんの色だ、はい、綺麗になりましたね。そうですね。で、これがレモンなの。うわ、酸っぱいのじゃん。これはすごい酸っぱい。すごいね。もうこの時点ですごいね、これ匂いが、もう酸味がすごい。すごいもん。これあんまないよね。ある？あんまないよね。お店出してるとこ少ないね。少ない。あ、そう、レモンを丸ごとつける感じ。うん、そういう感じなんだ。はい、これでレモン、あ、すごい、ここにもここまで来るよ、レモンの、うん、これでいいですね。はい、これで、はい、じゃあ、はい、パパだな、ね、じゃあ、はい、はい、じゃあこんな感じでいい感じですよ。ミニプレートを作りました。ミニプレート、かっこいいな、それ。はい
お子様ランチみたいな。はい、いただきますよ。では最初にパリップチェック、パリップチェックがいきます。パリップチェック、はい、はい、いろんなものが入ってる感じがする。そうなんだ、複雑な味わいなんですね。そうですね、さっぱり系じゃないんだ。さっぱり系ではない、でも辛くないから。人参カリー、人参の甘みがあって、甘みがありそう、甘そうだよ、いいですね、辛くなさそうだね、うん、辛くない、うん、でもあるそれちょっと期待、はい、うんうん、はい、ワンルーン、ワンルーンはいいんじゃないですか。いい感じですか。そしてこれはチキンですか。メインですね、これチキン。チキンいっちゃいましょうか、先に、はいはいはい、チキンカリー、はい、いただきます。あ、これ骨も入ってんな、うん、骨もあったので食べにくかった。気をつけてください。味の方は、はい、あ、全然辛くないね。辛くないです、うん、もうちょっと辛い方が日本人ともこのぐらい、ね、日本人に合わせてる感じ。そうです。あ、そうですか。やっちゃう、先にいただいて、はい、うん、あ、これうまい。ナスモージュですね。モージュ、うっちゃんの好きなナスモージュ、はい、そう、あ、これはあんまり甘くない感じ、うん、甘くない感じのモージュでございます。じゃあ最後にこれをいただきます。レモンあんまりない。これは酸っぱいよ、酸っぱそう、酸っぱいよ、はい、あ、結構酸っぱそう。やばい、すごい酸っぱい。やっぱ混ぜて食べないとじゃないですか、これは。そうね、これだけ食べる人いない。ない。他のでいろいろ混ぜて食べれば。あ、やばい。すごいやばい、これは。人参を食べてごまかしましたけど。はい。うん、はい。ということで。でも美味しそう。混ぜ混ぜして。混ぜ混ぜして食べる。いただいてみましょう。はい。はい。いただきます。これは何すか。あ、チーズカット。チーズコット、チーズコット、ティガンチーズコット、チリペースト、チリペースト、また出てくるんだ、チリペースト、トマトケチャップ、トマトケチャップが出てくる、マレアチャール、マレアチャールね、あ、またさっきのやつだ、はい、へぇー、スペシャルチーズ、すげえ重そう、すごいな、めっちゃボリューミーなんですけど、ボリューミーですね、チーズすげえ、いやもう、チーズの香りがね、すごいしてきてるんですよ。これはチーズ、卵巻いてんの。卵も入ってる、卵も入ってるね、やっぱり。そうですね、中を見てみましょうか。中見てみますか。中はこんな感じですね。あ、もうぎっしりですよ。すごいな、これ。ぎっしりチーズだ。このまま食べた方がいいかもしれないな。そうね、辛くしちゃう、まあ、辛くしてもいいんじゃない。あ、ま、どうぞ、辛くしてください。あ、まあまあまあ、後で私は辛くしたよ。では、いただいてみたいと思いますが、はい、こんな感じでございます、はい、どうですか、はい、いただきます。はい、いいよ、はい、はい、あ、そうですね、チーズが広がる感じで、チーズコットだけミルクにすんだよね、うんうん、そうです。他のはそれ使わないんですよ。なるほど、お腹膨れそうだ、ね、昼からやばいですよ、はい。これはたまると思います。たまると思いますね、はい、うん、美味しいです。美味しそうだもん、はい、ではいただいてみましょう、はい、いただきます、はい、はい、はい、いただきまして、ごちそうさまでした。今日千葉県の富里市のブロッサムズさんに来ていますけど、はい、こちらはいつオープンされたんですか。2023年7月16日。まだ1年経ってない。経ってないんです。お客さんはどういう方が多いんですか。日本人の多いです。日本人が多い。多いです。スリランカ人あんまり来ない。スリランカ人も来るけど、来るけど日本人の多い。日本人が多い。多いです。ということで味は結構辛いのを抑えた感じに、そうです、日本人向けっぽい感じに、そうです、してるっていうことですね、はい、気になったのはあそこのペーストリーのカトレットとかも売ってるじゃないですか。ああいうの先月からパン、スリランカパンみたいなやってるんです、ね、キャンペーン始まった、うん、アルワとかもあるじゃないですか。あ、そうです、前からもやってる、やってます。へえー、それ珍しいなと思って。で、あと食材も売ってるんですね。そうです、スパイスとかね。スパイス。お休みは木曜日ですよ。木曜日休み。で、最後にメッセージというか、何かありますか、見てる方に、うん。日本で始まったブロッサムズ、いつも新しいものを作って、いい感じ、みんなでやりたいです。そう、新しいものとか作って、はい、いつもいい感じ。
いつもいい感じ。いいですね。そうですか。いつもいい感じ。日本の皆さんもね、ぜひ来てくださいということで、はい。このブロッサムズってのは何か意味があってつけたんですか？ブロッサムは私、子供、2番目子供の名前、ミサキ。ミサキはあのブロッサムズ、それが似てて。あ、そういうことですか。なるほど、いいですね。ということなんですね。はい、うん。じゃあ、思い入れがすごいあるお店ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、頑張ってください。はい、頑張ります。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで今日は千葉県の富里市にありますブロッサムズさんからお届けしました。おい、おりぞりそう。おい。おい。おい。